ホームベーカリーの外蓋を開けたところ、内釜の中で食パンが焼き上がっている。別の例ホームベーカリーとは、小麦粉、水、イーストから生地を作り発酵させ、それを焼いてパンを作る家庭用電化製品。製パン機、パン製造機、パン焼き機、パン焼き機とも、トースターなどのすでに焼き上がっているパンを焼くための器具とは区別される。小麦粉、水、 イースト等の材料を内釜に投入して、スイッチを押すと、自動的に生地の生成、発酵の温度を調整、焼き上げを行い、家庭で自動で手作りパンを焼き上げる。通常、普通のスーパーなどで販売されている、普通の小麦粉およびイーストでパンを焼くことができる。材料として、小麦粉、イースト以外にバタースキムミルク、砂糖、塩を加えた。 日本風の食パンだけでなく、反対に、バタースキムミルク、砂糖などは、一切入れず、小麦粉、水、イースト、塩だけを投入することであっさりした、フランスパン風のパンを作ることもできる。ナッツや、ドライフルーツなどお好みの材料を加えることで、オリジナルの味のパンを作ることもでき、また、鶏卵や砂糖などを入れることで、パウンドケーキ風のパンを焼くこともできる。焼き上げる容量は、 一金から1.5金程度のものが中心である。発酵まででとどめるコースを備えている機種も多く、そうした機種ならばピザの生地作り、麺の生地作りなどに利用できる。また、この機械に備わっているヒーター及び内側の内側で回転する羽を活用して、餅つき、ジャム作り、ヨーグルト発酵などのコースが用意された製品もある。 市販価格は1万円程度から2万円台が中心である。1987年3月頃に松下電気産業、船井電機が相次いで製品化した。多くのメーカーが製品化し、1988年には家電業界での販売台数は約32万台であった。大ヒットの一方、専用の小麦粉が必要とほのめかしたり、そうした。 説明文をつけて販売していたが、にもかかわらず専用品の供給をあまりしなかったこと、コストパフォーマンスも市販のパンと同等で特に優れてはいなかったこと、などの欠点があった。この1980年代後半のブーム後は、1992年には販売台数が2万台弱となるまでに落ち込んだ。米不足が問題となった1994年に、 小麦粉食が注目されて第二期ブームとなり、しかしブームは一過性で終わり、米の供給が正常化すると再び販売数は落ち込んだ。2005年頃から基本性能の改善、レシピの増加そして多機能化、2010年代初頭現在、再び年間20万台に届く規模にまで拡大しつつある。日本国外でのホームベーカリーの販売は、 松下電機が1987年に輸出を開始したアメリカ合衆国で始まった。パンが主食の一つである英米では1990年代後半頃からホームベーカリーの一般家庭への普及が進んだ。2020年時点の主なメーカー。ありがとうございます。